はい、小鳥です。今日は、こちら、熊本いちご、紅ほっぺですね。あっそう。紅ほっぺを今日、220個あるんで、今日は、このいちごを、220個食べます。で、今日は、普通に、今日20パックあるんですけど、これを、10パックを普通に食べて、残りの10パックを、いちごミルクですね、いちごミルクにして、食べたいと思います。いや、贅沢ですね。じゃあまずは、普通に10パックを、110個ですね、110個を、食べます。はい、というわけでいちごまずは110個ですね。で、まあ残りの110個は、後でね。これすごいですよ、結構大粒のいちごなんで。じゃあ早速いただきます。贅沢ですね、本当にいちご220個ですよ。甘くて美味しいですね、いちご。いや、いちご自分すんごい大好きなんで、これ美味しいですね。はい、というわけで最後の一粒ですね。これで110個目です。うん、本当に甘くて美味しいですね。贅沢ですね、やっぱり一粒結構大きいイチゴなんで、これ110個食べれるっていうのは本当に美味しいですね。じゃあ次の110個は、いちごミルクですね。自分どっちかといったらあれですね、普通に食べるよりはあのいちごミルクの方が大好きなんで、例えば見しなかったですね。これまあ1パックに11個入ってるんで、110個ですね。はい、というわけで、残りの110個を、とりあえずお皿に入れたんで、でこれは後でじゃないですね、まあ、すりつぶして、いちごミルクにして食べます。じゃあまずはすりつぶしていきますね。いや、これほんと贅沢ですね。もうこれ一つこんなでかいんですよ。まあちょっとこれもったいないですけど、あとはいちごミルクにして食べますね。ってかこれ大変ですね、これ潰すのが。もったいないっすね、これ。まあけどいちごミルクの方が自分大好きなんでね、贅沢ないちごミルクを作りますね。はい、というわけで、すりつぶり、あ、え、
すりつぶし終わりました。110個がこんなになっちゃいましたね。で、あとは、砂糖を入れて、牛乳を入れて完成ですね。はい、というわけで、砂糖を、入れました。あ、で、次は、牛乳を入れます。はい、というわけでいちごミルク完成です。って、あ、これちょっとあかん、重いっすわじゃあ、いちごミルクいただきます。甘くて美味しいですね。もう自分ちっちゃい頃からいちごミルク超好きなんで、美味しいですね。でもちょっと甘さが足りないですね。砂糖を投入します。はい、というわけで、いちごミルク完食しました。というわけで、いちご、220個、完食ですね。ごちそうさまでした。いやもう今日はすごい贅沢贅沢しましたね。いやなかなかあんな高級ないちご220個も食べたのは初めてですね、今日で。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。動画への、この動画へのいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、カオザレでした。